そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいるから、そばにいるから。確かなこと何度か弾いてんのに間違えちゃいましたよ、久しぶりね。ありがとうございました。じゃあね、じゃあ少し自分のね、僕の曲を歌おうかな。あなたへというね、歌です。馴染んでないですね、馴染んでないですね。もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある。遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから。苦しみと言えることない悲しみの重さは、大切な人を失うたびに知る。ぽっかり開いた穴、痩せた体をいつしか強く温かく、歩まぬ道の先を思えば、永遠に道の光が眩しい。締め付けられる想いは、小箱の中で微笑むよ。口に出せぬもう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま、ねえあなたが寄り添った足元の幸せも悲しみもいつも支えてくれていたはずだよね。手のひらをそっと開いてごらん、あなたの命が笑っているから、あなたがあなたに生まれた奇跡を今感じてほしい。笑い声も
泣き顔もあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい。笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから。はい、ありがとうございました。これねすごくね、歌い慣れてるオリジナルなんですよ。それなのになんていうか今日はねちょっと、なんていうんだこう両右手とねあの左手とのギターのがねこう照れくさがってる、どうもこう一体化してないだけじゃなくてその声もね調子悪いんですよ、調子悪いんですよって僕いつも言って、じゃあ調子のいい時はあるのかって、言うぐらいなんですけど、でも歌うとね不思議と、まあ、分かんないんですよ調子がうんぬんは。でもね歌ってると、そういうこと忘れてね歌が歌えるんです、歌えるんですけど声がねちょっと出んのかな分かんないんですけど、今ねハーモニカホルダーをねちょっとつけてます。ハーモニカホルダー、ハーモニカホルダーをつけて、そうすると赤いノスタルジアっていうね、曲があるんですよ。僕のね、マンションから夕日が綺麗なんですよって、よくライブなんかでお話しするんですけど、でもね夕日も綺麗なんですけどもう一つ綺麗なのがあって、富士山がねすごく綺麗なんです。でなんとか夏はね黒いんですね、岩肌ですからね。でだん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 ねてっぺんの方から白くなってくるんですよ。で白くなってきて、そして今ね、まあ見える範囲ではもうほんと根元、ふもとまでね真っ白ですね、富士山ね。富士山はねやっぱり雪がねかぶさってないとね、いろんな富士山の羊羹とかね、昔今もあるんでしょうけど富士山型のね羊羹とかあるんですけど、あれこっちか、そう、その富士山型のねその羊羹っていうのも大体雪がね上の方にこうかぶさって、上の部分が白くなってるんです、羊羹のね。で夏になったら真っ黒いバージョンがね出るのかどうか知らないですけど、やっぱりね富士山はねてっぺんにこう白がねないといけないです。なんかそういうもんでね。ただね富士山ね、まあ、登山した方はもちろんなんですけど、新5合目、まあ、車で行けるところなんですけど、そこまで来るとね、もう富士山の形当然のことながらしてないんですよ。このね岩肌、まあ、岩肌っていうか、まあ、標高が高い木とあんなのか、それとも、まあ、まだ旧火山ですからね、噴火の可能性があるですけどね、まあ、木々でいっぱいというよりはもう岩肌の山なんですよ。でおよそそこを見てるとね、遠くから見て美しい美しいと言ってる富士山の姿ではないんです。でなんかね遠くから見てると美しいけれども近くに行くとそうでもないって、例えばついこの間までねクリスマスの前までイルミネーションがあるじゃないですか。で遠くから見て、おお、さすがにあれはよく頑張ったな、 LED かななんて思いながら、まあ、駅のねペデストリアンというかこうちょっと出たところにも綺麗にねそのアーチとか、もちろんこう木にもですねイルミネーションが飾ってあって綺麗なんですよ。それがこう折り重なって見えたりねしたのはものすごく美しいんです。でなんていうか、まあ、人間のね作った人工的なものではあるけれども、というか人工的なものか自然なものか問わず美しい
ていうのはね、そう、美しさって何だろうってことなんですけど、それってね、感じることなんですよね。山の中でね、ひっそりと咲いてる花、うん、それがね、美しいかどうかではなくて、美しいって日本語じゃないですか。で、その日本人がね、まあ、僕の場合はその日本語を使って美しいって表現して、美しいって感じた時にその花は美しくなるんですよね。でもね、その花はその人間という生物、しかも日本人という生物が美しいという形容詞をね、心の中で描こうが描く前が存在してるんですよ。で、話は富士山に戻りますけども、富士山はね、富士山として今形を変え存在してきたんです、太古の昔からね。で、それを世界文化遺産にするとかしないとかっていうのはね、もちろんね、そのまあ、それをね、どうこうということじゃないんですよ。ただ文化遺産の議論とは全く無関係に富士山は存在してきたし、で、雪のね、かかっている形の羊羹がね、富士山のお土産で、売ってようが売ってまいが富士山は存在してるんです。そして遠くから見て、やっぱり富士山って美しいな、行ってみたいな、で、行ったらね、その美しさと随分違う落差にね、愕然とする方も中にはいらっしゃると思うんですよ。何を求めていたか、何を求めているかっていうことですよね。さっきね、幸子って言ったで、幸せを数えたら5分で足りて、不幸せ数えたら一晩でも足りないとかね、片手で幸せは足りるけど不幸せは両手で足りないとかね、まあ、あったじゃないですか。幸せってね、何かなってちょっと考える機会があったんですね。まあ、機会といっても別に何かがあったわけじゃないんですけども、でも、じゃあ幸せって何だろうって、やっぱりね、感じることなんですね。感じることが幸せなのかもしれないです。まあ、例えばね、まあ、今年の夏は行ってないですけど、僕はね、子供の頃からね、ずっと東京の下町として、で、両親ともに東京の下町で、そのおじいちゃんおばあちゃんたち も全員だから、ちょっと大げさな表現かもしれないですけど、僕の知る限りもそれこそ先祖代々下町育ち、まあ、江戸時代からですよ、もちろんね。だから、まあ、僕のね、親父もそうでしたけどね、いわゆる、まあ、例えば関西の方がよくね、東京弁って言葉使うけど、まあ、江戸弁とかね、まあ、標準語ではないですよ、確かに。で、今標準のことを東京弁って関西の方言ってるのかな、ちょっと分かんないんですけど、でもね、いわゆる標準語ではない言葉がね、あります。ちょっと違うんですけど、落語なんかね、ベランメイク調ってあるじゃないですか。あれはね、ある意味、まあ、東京弁というか、江戸っ子のね、まあ、江戸っ子というのはその言葉ですけど、表現ですけどね、僕のね、おじいちゃんとかね、おばあちゃんとかね、で、特にね、父方のおばあちゃんなんかはね、網元というかね、もう威勢が、昔火鉢ってあったじゃないですか。火鉢ってわかります？なんとかこうでっかい、リンゴをくり抜いたみたいな、どでかいね、あれ糖でできてるんですかね。で、そこにこう炭みたいなのがいっぱい入って、で、パイプみたいのでね、片膝立ててって、本当に立ててたかどうか覚えてないですけど、そういう勢いでね、なんというか、喧嘩に負けてめそめそ帰ってくんじゃないよっていうかな、勝つまで帰ってくんじゃないよみたいな感じのね、あれで、うちのね、親父もね、うちの親父はね、体割と小さかったんですよ。で、小さかったんですけど、まあ、子供の頃ね、その、まあ、下町って言ってもね、荒川という大きなね、本当に大きな川の河川敷で、なんか、まあ、船をね、出す仕事というか、まあ、そういうあれだったんですけど、そのね、河原でね、まあ、話ったらね、でかくなっちゃいますからね、おじさんから聞いたんですけどね、これ。親父はね、割とそういうこと自分で、俺の若い頃はな、みたいにこう言うタイプじゃないんですよ。何にも言わないんですよ。で、おじさんから聞いたんです。おじさんってのは、親父の兄貴ですよね。で、勇にはね、本当に困ったもんでね、って、まあ、ここ大学まで行ってね、学者っていうあだ名になって、で、風貌はね、本当にもう、真面目、一本気をね、絵に描いたような人なんだけども、まあ、それがね、
まあまあだからなのかもしれないですけど、あの子供の頃ね、あの船にこうオールってあるじゃないですか、ポキッとオールじゃなくてね、あのああ今日初めての親父ギャグですね。どうしちゃったんだろう、うん、なんか言ったら言ったでうざいんですけど、でしょうけど、出なきゃ出ないで、自分ってどうしちゃったんだろうって思いかけた頃にね、とっさに出て、いやそんなことはいいんですけど、そのね船の確かオールだったと思うんですけど、あのまあ大きいのとか小さいのとかいろいろあると思うんですけどね、それを持ってね、あの相手がね、あの十何人かで、この辺がねちょっとね、うん、まあ言うつばもんだなと思うんですけど、なんてか漫画じゃあるまいしってちょっと思ったりするんですけど、できっかけやいきさつね分かりませんけども、なんていうかものすごい単価を切ってね、船のオールでね、その河川敷で大暴れをしたと。まあ、本当に船の上で殴っちゃったらね、打ち所が悪かったら僕は死んじゃうんじゃないかと思うんですけどね。昔のボールって木でしょ、まあ、あ今も木なのかな、でも今はなんか違いますよね、硬質プラスチックだからちょっとなんかよくあんないですけど、でそれをね振り回して今喧嘩してねとか、あとなんというかもうすぐに喧嘩してね、こう口から血出してね、で服を汚して帰ってきてなんていう話を聞いて、ものすごく喧嘩っぱいかったらしいです。まあ、おふくろはね、で親父はもう無口で喧嘩っぱい、でおふくろはね、どっちかというとまあ本当に逃げ陽気でね、本当明るくてね、本当にもうなんていうか天然でこう人を笑わせるっていうか、もう 花っていうかね、まあ、あの美しいというわけじゃないんですけど、なんていうかこういるとパーッと明るくなるねタイプだったんですよね。なんでねそのね対照的な2人がね、夫婦になったんですかね。まあおふくろもね今この世でなくあの世にね、この言ってますけど、何を話そうとしたのか、僕のね、僕ねこう話がねこう脱線するとね、そっちの脱線の方向に行っちゃうんだけども、でそっちの道歩き出すとね、そこに分かれ道があるとね、右の方に行くはずだったのにちょっと左に興味持つと左行っちゃったりねしてるうちにね、道に今よく迷うんですよ。でこの話の道にね今迷って、さっき何か話したかったんだと思うんですけど、あ思い出した、そうだからね、美しさも幸せもね心で感じることなんですよ。だから感じるか感じられないかがその人が幸せかどうかってことなんですよね。でそうそう、それでもう一つ言おうとしたのは、僕ね、そう都会育ちっていうところから脱線したんですけど、カブトムシっていうのね、生まれて初めて見たのはね、どっかのデパートの屋上で売ってたんですね。それが初めてなんですよ。だから天然で木にくっついてるカブトムシ見たときに、なんとかものすごく高価なね、価値のあるものにね売れるっていう発想をね持ってた、覚えてるんですよね。確か友達のね田舎に連れてってもらった気がするんですよ。その時にね、生まれて初めて木にくっついてる黒々としたカブトムシ、僕はお金を出してしか買ったことのない、買ってもらったことのないカブトムシやクワガタムシがいたんですね。で、まあ、そんな都会で、の育ちだったもんですから、大人になってからね、まあ、僕は東京からその埼玉県に引っ越してきて、で埼玉県でもね、大都市埼玉市のね中心部ではなくて、本当にもう外れの方なんですね。でちょっとね、ちょっとこうふっと見るともう雑木林がどーっとあるんですよ。まあ、そこもだんだんね切り崩されてきましたけど、でそうするとね、夜中の2時頃ね、懐中電灯を持っていくとね、まあ大体わかるんですよ僕。多分ね、田舎の子よりねある意味詳しいんですよね。昆虫図鑑ってあったじゃないですか、ジャポニカとかいろいろね、ね昆虫図鑑とか植物図鑑とかね本当に見てね、で友達が持ってるとそのうちに行ってね、で実物大写真入りとかね、で生態とかもね、今から思えば随分いい加減なこと書いてあるのもあるんですけど、だからおおよそいろんな生態、生息地っていうのがねかなり詳しかったりするんですよ、ね、で樹液のね出る木、クヌギとかね、ナラとかね、ブナとか、ブナなんてのはね、カミキリムシがね好むんですよ。枯れ木によくね卵を産んでよ、まあ、まあそんなことはいいですけど、でそこをね昼間のうちに目をつけといて、で夜中の2時ごろ懐中電灯を持っていくわけですね。でそのちょうどね、Y の字に分かれた二股のねあたりから樹液が出たり、で下の方の削られたね根っこがはみ出たようなところにも樹液みたいのがねこう染み出てるんですよ。そこにね本当にゴキブリのようにねカブトムシがたかってるんですね。でそれを見た時にね、なんていうか感激、
あれって幸せなんですよね。幸せってその時感じたわけじゃないんだけど、幸せなんですよ。で、感動したんです。感動もそうですよね。心でね、結局自分の心が反応するかどうかが、その美しさ、それから幸せって言葉で表されるね、状態も、それから、まあ、感動は、それは全部含めてのことなんでしょうけども、いわゆる、心がね、この動くかどうかっていう自分の中の問題なんですよね。富士山もね、美しいと感じれば美しいし、美しくないと感じれば美しくないっていうのがね、あると思うんですよ。岩肌の富士山は美しくない。やっぱりね、遠くから見てた富士山、ね、美しい。あんなの近くで見るもんじゃないよっていう方も多いです。僕もね、ちょっとそういうふうに思ったりします。でもね、そんなことに関係なく富士山は存在するし、僕が懐中電灯を持って行こうが行くまいが、カブトムシは、しかるべき時間帯にそこに来てるんですね。僕と出会うことなんか、つゆ知らず。で、それをね、取って売ったわけじゃないですよ。売りはしないですからね、そんな別に。取ろうとも別に取れるんだから。で、飼ったことあります。で、卵産んでね。で、幼虫。幼虫はね、ジムシ。ウジ虫じゃないですよ。ジムシっていうんですね。なんか G の格好してるからなのかな。それとも、地面の中にいるからかな。まあ、多くはね、農家に積んである堆肥の中によくいるんですけど、それが、なんていうか、さなぎになるとね、完全変態ですから。完全変態っていうのはね、僕のことじゃないですよ。何を言ってるんですか。卵からね、幼虫。形違いますよね。で、幼虫からさなぎ。全く形違うんです。もうカブトムシの形をしてね。で、お行儀よく、この固まってる形してんですよ、さなぎは。で、そこから抜け出てなる。で、幼虫とね、成虫が完全に形が違うのをね、完全変態。で、不完全変態っていうのはね、中途半端なね、変態野郎のことです。いや、違う。中途半端なね、例えば、バッタとかカマキリはそうですね。生まれた時からバッタとカマキリの形してんですよ。ただ羽がないだけでね。本当にもう一丁前にっていうんじゃないですけど、カマを持ってね、で、こう、じっと見て、指でちょんとつつくと、こう、キュッと構えたりするんですよ。それがね、脱皮を繰り返すごとに、だんだん、茶色が、例えば、大カマキリであれば、緑色っぽくなってきて、で、最後は、羽がね、ふわーっと伸びて、で、カマキリになるんです。うん。で、ちなみにですね、その富士山ね、美しいと思うか、思わないか、それは各人の自由なんですけども、ただね、ちょっと、近くで見ると岩肌がゴツゴツして遠くから見た姿と違うなっていう意味で美しいとは言えないなって言うんだとすればね、人間もねそういうことはあると思うんですよ。人間ってね、僕よく使うんですけど、立体的でしょ。人間だけじゃないですけど、この世の全てはね、僕らは三次元の世界に生きてますから、この縦と横とね、高さがある、そういう世界に生きてるわけですよ。だから真正面からね、この見て、横から見て、後ろから見たらね、黒い髪の毛しかね、見えないですよね。まあ、頭皮がそのまま露出してる方も中にいらっしゃるかもしれないですけどもね。だけど、いわゆる、その後ろの後頭部が見えるわけです。でも前から見ると、顔が見えるわけです。で、横から見ると横顔っていう形。てっぺんから見たらよくわかんないですね。で、もしね、ガラス張りの上に立って下から見たら、足の裏が見えて、あとよくわかんないですよね。まあ、極端な例えかもしれないですけど、見る角度によってね、見え方違うんです。どの姿をもって美しいと思うか、あの人はこういう人、いい人。うん。そういう意味でね、僕よく言うんです。悪い人っていないんですよ。いい人もいないんですよ。どういう行為を行ったかっていう行為をね、何らかの事情があり、人間にはいろんな部分があり、いろんな感情があり、で、それがいろんな発言の仕方をね、現れ方をするわけです。で、そのね、現れ方によって、たまたまその部分に接した人がね、優しいって感じたり、冷たいと感じたり、乱暴と感じたり、あるいは、まあ、犯罪を犯したね、人間であれば、人を殺したら、もう殺人者としてね、指名手配され、そして、裁判にかけられ、で、刑に服して、という形になるわけです。で、よくね、罪を憎んで人を憎まずと言っても、それはね、一面真理ではあるかもしれないけれども、でも事実としてはね、自分の肉親を殺したその人間をね、
その殺すっていう行為を憎むけど、そういう行為をさせてしまった何かを憎むけれども、その人自体を憎むわけにはいかない。その人にはいろんな面がある。そんなこと持てるでしょうか。僕は無理ですね。そんなにね、大人びたことは僕は言えないですね。受けた恩は倍返し、受けた恨みは10倍返しとまだ言いませんけど、よくね、宗教なんかでね、右の方を殴られたら左の方を差し出せ、僕はちょっと無理ですね。言われなく右の方を殴られたらね、反射的にね、パンパンパーンとやっちゃいますね。それが正直なとこですよ。それがね、いいかどうかは別にして、無抵抗主義がいいかどうかですよね。僕はそう思うんです。暴力は暴力しか呼ばないって言うかもしれないけれども、でもね、立たなきゃいけないときは立たなきゃいけないんですよ。特に男は。これ下ネタじゃないですからね、下ネタみたいですけど、立つべきときにはね、そういうふうに言うからいけないのか、立ち上がらなきゃいけないときには立ち上がらなきゃいけないときもあるんじゃないかなと思うんです。僕今何を歌おうとしたんでしたっけ。このハーモニカと、そうだ、思い出した。赤いノーストラジア、そうでね、夕焼けが綺麗なんだけど、冬はね、白い富士山も綺麗でって、そういう話をねしてたんです。僕のねすごいところはね、どれだけ脱線しても最後に戻ってくるところなんですよね。でもっとすごいところはね、それを自分で自画自賛するところなんですよね。本当に飽きちゃうでしょう。こうやってね、自分ではね、もうこうやって話をし続けてる間にね、何曲歌えたんだろうって感じですね。赤いノスタルジア。向かいのあの子は今では見違える本当に綺麗に長ったね。関係にしたのはそこの路地裏、狭く長ったねと消えかかったかかしの白い白い苦笑い。帰り道に落とした老石一つ、この手を伸ばせばすぐにも届きそう。赤いノスタルジア、誰かがじっと見てる、あのマンションの屋上でいつまでも見つめてる。なんてノスタルジア、忘れ去られていた夕暮れを探るように、いつまでも見つめてる。伝えられない言葉がいくつも横たわっている。叫ぶ心飲み込む、本当に大人と呼ばれて、たやすく越えたブロック塀、今では越えられない。向こう側は
よく見えるのに心が飛び越えられない。帰り道に見つけた雨に濡れた竹馬、この手で掴んでも自由に歩けそうもない。雨のノスタルジー、時の流れの中に置き去りにしてきた心、大地に染み込んでゆけ。なんてノスタルジーや、忘れ去られていた遠い日の幼い笑顔、優しく染み込んでゆけ。帰り道に忘れた泥だらけのハンカチ、瞳を閉じれば今でもそこにある。赤いノスタルジア、じっと見てる。あのマンションの屋上でいつまでも見つめてる。なんてノスタルジア、忘れ去られていた。夕暮れを探るようにいつまでも見つめてる。夕暮れを探るようにいつまでも見つめてる。はい、ありがとうございました。赤いノスタルジア。今ね気が付いたんですけど、ハーモニカがね間違ってましたね。ハーモニカがね A というハーモニカ使ったんですけど、赤いノスタルジアはね B フラットっていうハーモニカ使うんですよ。これねブルースハープって言って、いろいろね、基盤となる基本となるコードによっていろいろ使い分けるんですよね。で、あれ大体今日僕ハーモニカ使ったかな、たまたま A のハーモニカ出しちゃったのか。で A も A のハーモニカでね赤いノスタルジアをやるためには、あ、よくできたな今から思えば。カポがね、要するにキーが違うんですよ。だから本当のね、まあ本当のってオリジナルだから上げたり下げたりしてもいいんでしょうけど、ちょっと歌っててね、いやもちろんね、そんなに張り上げるようなね金切り声を出すのがどうってわけじゃないんですけど、まあ、声のね調子がどうのというか、まあでもだん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 ね、まあ僕なりになんか出てきた気はするんですけど、それはいいんですが、歌っててねなんか妙にね低いなと思ったんですよ。で歌い終わってふっとよく考えたら3カポなんですよね。だから半音ね低いんですよ。だからハーモニカに合わせてね僕はキーを今設定したんだけど、なんか違って待ってたよね。これはなんだ今、あ、これはね D ですね。 D のハーモニカD のハーモニカっていうオリジナル曲があるんですよ。僕のねファーストアルバムのね、ファーストアルバムかっこいい
かっこよくねえか。ファーストアルバムの中でもね、入ってます。D のハーモニカ。まあこれね、まあちょっとせっかくだから後で歌おうかな。うん、まあ D のハーモニカって結構いろいろね、使えるんですよ。じゃあ、せっかくだから D っていう。よし、じゃあこれいきましょう。これをね、ね、もし何度か聞いてくださってる方がね、いらっしゃったら、ああ、またあの話だなっていう感じなんですけど、でも、このね、ロードショーっていう歌、うん、これはね、このね、先にこう言っちゃいますけど、そのフレーズね、さあ皆さん一緒に歌ってくださいっていう歌はもちろんそういう歌じゃないんですよ。で、手拍子でノリノリの歌でもない。女性がね、大好きな男性とお付き合いしてて、で、お別れする歌なんです。で、そのお別れのね、決定的瞬間が、まさに、その、彼氏と一緒に行くはずだった映画にね、彼氏が忙しいからということで、でも見たい映画だったし、一人で行ったのかな。で、行ったら映画館のロビーでね、彼氏を見ちゃったんです。しかも、知らない女の人とね、一緒にいる彼氏を。そういう歌なんです。で、じっくりね、この歌詞を聴いてほしいですよね。じゃあ、ロードショーって歌ですね。映画館のロビーであなたの笑顔を見てしまいました。私にではなく誰か知らない人に注ぐ微笑みを、パンフレットのつてが震える私の目の前と思って、二人は腕組み赤い扉の中へ消えて行きました。ベルが鳴っています。私の愛を脅かすように、明かり消えました。泣いてもいいと教えるように、忙しくて会えないあなたは電話でそう言ってました。こんな私にごめんとすぐに謝ったのはこんなわけですか。私の心に届いた絵はがき、あなたの後からついて行こうと決めて2年過ぎました。幕が閉まります。私のごめんなさい、あなたの愛も終わりでしょうか。明かり灯ります。私一人を映し出すように、映画館の外にはいつものざわめき、見慣れた街か。
カード」「あなたと私に続く物語だけ今は大事です」「あなたと私に続く物語だけ今は大事です」ありがとうございました、ロードショー、ね、歌い慣れてる歌なんですけど、なんか久しぶりに歌ってちょっと歌詞ね、うん、途中で詰まったりしましたけど、うん、あのね、まあありそうな場面ではありますよね。あ、都合が悪いんだって、ごめんねごめんねごめんねって言ったんでしょう。で、うん、いいよ、仕事が忙しいんだったらしょうがないから、仕事が大切だもんねって言ったのかもしれないですね。でね、あの映画私一人で見てきて、後からストーリー話してあげるねってもしかしたら言ったかもしれない。まあこれは全部僕の想像ですけど。で、映画をね、見に行ったわけですよ。まあもちろんね、彼氏とのデートっていうね、趣旨はもちろんなんですが、まあ、映画もね、まあ、見たかったんですよね。その見たい映画を彼氏と一緒に見たかったんですよね、きっと。うん、まあそう思います。で、映画館に行ったらね、そのロビーでね、たまたま見ちゃったんですね、その彼氏が。あれって思ったら横には別の女性がいて、そして楽しそうな横顔、笑顔を見ちゃったんですね。そしてパンフレット持ってるわけですよ。後からこのパンフレットをね、彼氏に見せながら、あの場面がすっごく良かったんだからもう行けなくてね、損したねって話してあげようと思って買ったのかもしれない。そのパンフレットを持つ手が震えて、そしてそんなことに気づきもしない、そのね、男性は、女性、彼氏はね、他の女性と一緒に腕を組んで手をつないで映画のね、上映される繰り上がりの中に消えていくわけですよ。そして、まあ、始まるよっていう、ただいまから上映を開始いたしますとかなんとか言うんでしょうね。で、まあそのね、中で、電気が消えるわけですよね、電気というか明かりが消えるわけですよ。で、明かりが消えたらね、見えないです。そしたらさっきまでこらえてたこらえてた涙が咳を切ったようにね、もう泣いてもいいんだよ、暗くなったからいいんだよって、そういう歌なんですよ。あ、これはね、でもね、これ何十年も昔の歌なんですよ。でも何十年の昔のね、例えば男性や女性がこうで今が違うとか、そうは言わないですよ。昔も今もね、個性っていうものがありますから。でもね、もしもですよ、もしもですよ、まあ、まあ立場がね逆だった場合ももちろんそうですけど、その女性でね、で仕事が忙しいからって言って行けなかった、うん、まあ一人で行った、そこでね、自分のその彼氏がね、他の女の人とね、一緒にいるのを見たらね、うん、皆さんだったらどうしますかね。つかつかつかっと前に出て、ちょっと今日仕事じゃなかったの、ちょっと来なさいよ、あんた何よ、あんたこそ何よっていう女同士の戦いが始まったり、そしてそこで間でおろおろしている男性がいて、いや、実は、実はもうヘチマもないでしょとか言いながらね、もう最低とか言ってピシャーンとかねっていうか、妙にリアルに話してますけど、言っときますけど、僕こういう経験ないですからね。で、でもね、これね、もし立場が逆でね、男だったらね、あ、ごめんね、その日私忙しくて行けないのって、仕事がね立て込んじゃってねとかって、うん、いいよいいよ、じゃあ俺一人行ってくるよ、後からじゃあストーリー話してあげるねとか言いながら一人で行ってね。で、まあでも今時なんかいっぱいあるんだけど、ね、まあすごい偶然というか、まあね、いいんですけど。で、その映画館で、その自分のね、仕事が忙しいはずの彼女がね、他の男と一緒にいたときに、これがね、もし、例えばね、男性がね、パンフレットを持つ手が震えてね、
でじーっと見てて、ああとってもう放け状態のまま、あの他の男性にね、キャッ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 こうね腕にまとわりついているその自分の彼女を、の映画館のね上映の中にこう消えていく、上映館の中に消えていく後ろ姿を見送りながら、そして自分も中に入って、もしね今指定席じゃないですか、指定席ね、映画館ってたまたま指定席で隣だったらどうするんですかね。昔はね、あの指定席じゃないんですよね、あの途中で片目つぶって、そして中に入ったらもう目をねこうつぶりかえて、でそれが空いてる席をね探すコツだとかってなんかこうねよく言われました。で空いてる席をこう狙ってね立ち見ってのもあったんですけど、今全部指定席入れ替え制ですからね。本当にもしねこのロードショーが今時の話で、でねあのとわ座ったらね、みんなこう3人並んでたらどうするんですかね。まあ話戻りますけど、もし男性だった場合ね、あのその彼女を見送って、で暗がりになってからしくしく泣くんですか、男の人が。でで泣く男の人もいるかもしれない。でも中にはね、あのあなんだあいつと思って、で、まあ、ここでねここでねあの問題です。まあ問題っていうんじゃないんですけど、あの、まあ、男性でね、例えばねこういうタイプがあると思うんです。大きく分けて A タイプ B タイプで、自分のねその付き合ってるはずの彼女がね他の男性と映画に来ていた、自分と来るはずだった映画に来ていた、でその姿を目撃しまってしまった今日は初めてかな噛むの、なんだ目撃してしまった場合ね、さて自分の彼女に、あんだよお前今日仕事じゃなかったのかよ、どういうことだよと彼女の方に向かって、彼女にそのね、なんていうかその攻撃的というかその不満というか怒りというかそれをぶつけるか、これが A タイプ。そしてもう一つは、あの一緒にいる男にお前なんだよって、人の彼女に何なんだよちょっと来いよっていうふうに男の方にね、怒りを向けるか、こっちが B タイプ。まあ両方もちろんあるんでしょうけど、ね、どうなんでしょうね。でそのね、あの一緒にいた彼氏も事情がもし知らなかった場合、きょとんとせざるを得ないですよね。え君付き合ってる彼氏いたのっていう気持ちの人もいれば、なんだよお前今更関係ねえだろとかね、今度男同士の戦いになったりね、いろいろ、まあ、ちなみにね、もし僕だったらね、難しいな、現実にねそういう場面はないですけど、もしも本当この時代ですね、要するに指定席じゃない場合のね、映画館のロビーで、あそっか忙しくてしょ行けないならしょうがねえやと思って、後からじゃあなんか面白おかしくリアルに話してやろうとか思いながら映画に行って、でそこでね自分の付き合ってるその女性がね他の男と一緒にいて腕組んでたり楽しそうに話したりしたらね、まずふっと見て彼女の顔を見て、でギョッとするでしょうね。あでごめんって言葉も出ないかもしれないですね。で唖然とするかもしれないですね。で多分ですけどね、例えばそれが二十歳の頃だったと設定して、そしたら想像ですけども、あ今ちょっとリアルにねその場面をね想像しちゃった、なんか有楽町の映画館かなんかを想像しちゃった。でもしそこが指定席じゃなくて、でそういう場面がいた場合ね、僕まずねその相手のね男と話しないですね。でどうするかというとね、まずその彼女の顔をねじっと見て、そしてその後男の顔を見た瞬間パーンとパンチ入れちゃってますね。いや僕綺麗事で言うといいんだけど、かなりリアルにね想像したらね、多分二十歳の時の僕がねそんな場面に遭遇したらね、有無言わさず、だからそこでね議論しても言い合いしても口喧嘩する気全くないですよ。気持ちはって言ったら殴り倒したいっていう気持ちがね、その時の男性の多分全ての本音だと思います。それをするかどうかは個性だと思うんです。だけどもしも二十歳の時であればパーンとね殴っちゃってますね。で何すんのよとか、ちょっとやめてとかね、私のために争わないで、喧嘩をやめてとかありましたね、竹内まりやさんのね、なんていうか
いい気なもんですよね、あの歌もよく考えてみると。いい気なもんって言っちゃ失礼だけど、私のためにもうこれ以上争わないでって、そんなこと言ってみたいですかね、女性は。あのどうなんですか、私のために男同士が決闘するとか争うっていうのは、あの気持ちがいいもんなんですかね、それともなんというかそういう面はあるにしても、あのでも争う原因って自分でしょ。で、自分は何もしてなくても取り合って、自分を取り合ってって、うん、まあ、いろんなケースがね、あのありますけど、でもね、あのああでも僕微妙にハスキーですね、あの風邪もひいてみるもんですね、全然治らない、あってか風邪にひいた、風邪をひいてる症状に近いということなんですかね。あの言えないよっていうね、あの郷ひろみさんの歌をね、あのまあもうそろそろもう歌い納めかなと思うんですけど、あの随分歌いました、あのライブでもね、あのこのネットライブでも、 YouTube っていうね、あのサイト持ってるんですけど、 YouTube ってとこチャンネル持ってるんです、そこでもアップしたんですよね、うん、その時はね、あの全然歌い込んでないで歌ってからね、綺麗に自分でもね、はっきりと分かるぐらい音外してますけどね、歌い直ししないところが僕のめんどくさがりのとこなんです。まあいいやと。で、なんていうか今日多分曲よりも喋ってる時間がだんだん長くなってきた気がするんですけど、言えないよ、ちょっとすいません、チューニングさせてくださいね。チューニングってね、今ね便利なんですよ。昔は音差つってね、なんかこう鉄製かな、あの二股に分かれてるね、まあ、変形 Y の字みたいなやつをキーンとどっかに叩いてね、でこうギターのボディにやるとプンプーンってこの音がするんですよね、440Hz かな。でそれの語源をね、語源なんですけど、語源を合わせてから他の弦のチューニングをねこうしていくわけですよ。でたまにね、その大抵こう机の角かなんかポーンとやるんですけどね、よくね、人の頭ね、コーン、人の頭にやってね、結構意外と柔らかいからあんまならないんですよね。ならないんだけどね、かなり痛いですよ、あれ痛っって感じでね、うん、あとね、まあそれはまあちょっとあれですけど、あのキーンってやって、でプープーってやったら自分でうーって言いながらうーってやるんだけど、そういう風にねやったりもした反面、僕の場合なんかはね、そういう人多かったと思うんですけど、ピーンと叩くじゃないですか、音叉をね、音叉をポンと叩いて口に加えるんですよ。でそしたらね、この、まあ、歯を通してね、この、まあ、頭蓋骨というかその鼓膜に直接ねこう来るから、この音がね、うーんって頭の中に直接響くんですよね。で直接響くからね、そこでチューニングをするんですよね。喋りながらチューニングするっていうのはあれですよね、ライブなんかでね、黙ってチューニングしてる時間っていうのは、なんとなくこう僕はこうどうも、ちょっと適切じゃないかもしれない、罪の意識みたいなものを感じてしまって、チューニングをねしながらもこう結構喋り続けてるおかげで、結果的にねチューニングは長いんですね、僕ね。まあ、大体似てきたから、まあ、似てきたって、でところが今音差じゃなくてね、そのピエゾっていうかね、振動でね、合ってるかどうかこう、そういう、まあ、便利なねチューナーっていうのがね、できたんで便利なんですよ。じゃあ言えないよ、
笑いすぎた君が涙細い指で拭ってる、その笑顔に会いたくて僕はおどけるのさ、もう全部隠さずに打ち明けようと何度もしたけれど言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて悲しいよ、夢だなんて君に届きそうな唇がほら空回り、一つ前の恋の話いつか僕に話したね、安心して頼られるたびに弱気になる、ああ君を誰かにねさらわれたなら耐えられないくせに言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて言えないよ、恋だなんてお互いを知らない、季節に時を戻せたら、君を嫌いになる理由を100まで数えるけど、一人ぼっちの夜が来ると強がりまで振り出しさ、言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて悲しいよ、夢だなんて君に届きそうな唇がほらから回り、言えないよ、好きだなんて誰よりも君が近すぎて会いたいよ、今日も一人瞳が君のこと抱きしめるから眠れない、言えないよという歌でした。それじゃあですね、またちょっとハーモニカを。A のハーモニカで、あ、そうか、
さっきなんで A を取ったか分かった。この曲をやろうとしたんですね。多分、まあ、A の曲はいっぱいありますけどA の曲はいっぱいあるんですよ。 A じゃないかなんて、つまらない、親父でも言わない親父ギャグってありますよね。僕もね、人のこと言えないんですけど、時々ね、いるんですよ。ああ、自分でも言わないな、思いついちゃったけど、でも絶対自分でも口には出さなかったことを口に出す人っているんですよ。でもね、その時の心理って複雑で、なんていうか、言わなきゃいいのにバカみたいって思うかと思ったらそうじゃないんです。後悔と負けた感じ、敗北感があるんですよね。言ったもん勝ち。で、それがね、受けたわけじゃないんですよ。受けるとかじゃなくて、どっちかというと、もう、しらっと、もう、うわーっていうかね、まあ、そう、あのね、氷のようなね、こう空気をね、出すところにこう自虐的な喜びがね、あるっていうか、じゃないかなって、それが親父ギャグの真髄じゃないか。何を語ってんだかよくわかんないですけど、変なんですよ。もう本当ね、ちょっと今思いつかないですけど、本当、自分でもね、言わないだろうなって。でも思いついちゃったけど、自分でもさすがに口に出さないときってあるんですよ。その場の空気もあるし、その空気すらね、読めない。いわゆる KY って昔言われましたけど、その空気すら読めない。ところで、堂々とフォッと言って、で、なんとも言えない、こう、空気を染めてしまう方ってね、いて、でもね、その時に、もちろんね、表面上、そこでツッコミ入れるわけですよ。ツッコミ入れて、で、まあ、笑いっていうか、ね、まあ、苦笑いかもしれない、持ってくんですよ。でもね、心の中はね、敗北感でいっぱいなんです。不思議ですよね。なんでなんでしょう。やっぱ親父ギャグってね、このね、自虐的なね、こう、なんて言うんだろう、その冷たい目線を望んでるところがどっかあるんですかね。とふとそんなことをね、思っちゃったりしました。恋という歌です。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、部屋の明かりはつけておくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、多分あなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない、だけど今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかないわ、男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた、それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて、洗濯物は机の上に、短い手紙添えておくわ、今度生まれて来ると知ったなら、やっぱり女で生まれてみたい、だけど今度はヘマはしない、あなたになんか
つまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。ありがとうございました、恋という松山千春さんの歌ですね。途中早かったけど何度も歌ってるんですけどね、うん、でもね僕ねこの歌ねライブではねあんまり歌ったことないんですけど、まあ例えばスティッカムとかね、うん、歌うときにねいつもねいつもでもないんだけど何度か間違えてるのが、あの部屋の明かりはつけておくわっていうフレーズなんですよ。まあ同棲って今言わないか、まあ彼氏と彼女が一緒に住んでたんだと思うんですけど、その女のね女性が出ていくんですよね。で出ていくんですけど、出ていく時に、まあ、ちょっと短い手紙を添えてね、で出ていくんだけども部屋の明かりをねつけたまま出ていくんですよ。あ、そういえばかぐや姫でしたか、昔のね置き手紙っていう歌にもありましたよね確か。部屋の明かりは置き手紙書いてつけたままで、そうだよ、やっぱり部屋の明かりはね消しちゃいけないんですよ。それをね僕いつも部屋の明かりは消しておくわってねつい消しちゃうんですよねでもね残されたその男性がね、まあアパートっていうイメージなんですかね、マンションっていうイメージなんですかね、まあ昔の歌からアパートかな、帰ってきて、で真っ暗な部屋にね鍵をガチャガチャっと開けて入って、でそしてそこでね電気をつけたらさよならという類の手紙があるのか、それとも部屋の明かりがついてるからいるのかなと思ったら、あれあれいないのと思ったらふっと見たら、うん、さよならっていう手紙があるのか、どっちがいいんですかね、いいんですかねっていう言い方変ですけど そのね声枯れ現象に加えて、こう喋り歌ってるうちにねますますこの応援団風の声になりつつあるんですけどね。僕ね空手をね非常に長いことやってて、いぶきっていうのがあるんですよ、いぶき。でそれをするとね、まあ、声を直すためのもんじゃないんですもちろん全然趣旨は違うんですけど、このねそうするとね少しこう、まあ、もしあるとすればそのエヘンムシとかね痰がね少し治る気が、治ってねえか全然、うん、と言ってもダメですね、おやっしゃーってやってもしょうがないしね、この辺から突然もし聞かれた方いたら気が狂ってるんじゃないかと思われますね。どれほど目を凝らしたなら明日が見えるのだろう、僕にもわからないけど
けど信じて誰かを責めちゃいけない、もちろん君自身も何かが狂っただけさ、よくあるさ、せめて君の夢が叶うよう僕は歌い続けるこの歌を。どれほど耳を澄ませば答えが聞こえるだろう、僕にもわからないけど信じて素直になれたらいいね、昔の君みたいに笑って話してくれた昔の君の夢が叶うよう僕は歌い続けるこの歌を、せめて君の夢が叶うよう僕は歌い続けるこの歌を。こんな終わり方じゃないですよね多分、すごいな僕ね、この歌ね、ワンコーラス目しか知らなかったんですよ。で、歌詞ね、ないんですよ。あ、まあ、もちろんね、このインターネットで検索すれば出てくると思うんですけど、合ってるかどうかはちょっと自信ないですけど、松山千春さんの歌に詳しい方はね、あそこが違う、ここが違うって、思われたかもしれない、気がつかれたかもしれないんですけど、今ね、まあ、そんな自信ないんですけど、ワンコーラス目はね、なんとなく口をついて出てくるんですよ。で、だからね、一番でやめるつもりだったんです、ワンコーラス目で。で、まあ、なんとなくノリでね、出てきちゃったんですよ。どれほど耳を澄ませばって歌詞なんて事前にね、頭の中にね、文字としては用意されてなかったんですよ。ああ、こういうことってやっぱありますよね。歌ったらね、よくほら口が覚えてるっていうじゃないですか。まあ厳密にはあれば記憶の中でね、引き出しの中にしまい込まれてたものが、なんとか関連する引き出しが次々と開くことによって、開いただけに過ぎないんだと思うんですけどもね。そういえば窓っていう歌ね、松山千春さんの、今ちょっと歌おうかなって、まあ、これも歌詞が出るかどうか、結構期待してるんですけど、でもね、今思ったんですけど、恋って下に心っていう字書くじゃないですか。で、窓っていう字も下に心って書くんですよね。だから何かっていうと、それで終わりなんですけどね。
あの特にオチはないし、ここから何か発展性があり何か熱く語るとかいうわけでもないんですけどね、まあ、心に刃を寄せて忍ぶと書くとかそういう話をするわけでもなく、じゃあ窓さあ出るでしょうか。小さな窓から見えるこの世界が僕のすべて、空の青さはわかるけど空の広さがわからない。いつか山の向こうから君が手を振りかけてきても、君の姿見えるけど君の心、僕の心は届かない。この窓を開いて自由になりたい。この腕で思い切り抱きしめて離さない。君だけは誰にも渡したくない。誰にも負けはしない。この愛だけは。窓という歌です。ちょっと2番がねこのまま歌おうと思ったんだけどちょっと出なかった。風がなんか窓叩くだったかな。でいつからこんな弱い男になったんだろうとかそんな歌だったかな。うん、そんな歌だった気はするんです。まあいいや。はい、それじゃあですね次はこのカポをねつけて、今ね心がね下につく歌をね連続して歌いましたけど、上についている文字を取っ払ってしまうと心ですよね。でその心の旅というのを行ってみたいと思います。弾き語り風で、あ、バラード風でって言ってもいいのかな。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心を知っていたのか。遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら眠りについた君をポケットに詰め込んで、このまま連れ去りたい。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、明日の今頃は
は汽車の中、賑やかだった街も今は声を沈めて、何を待っているのか、何を待っているのか、いつもいつの時でも僕は忘れはしない、愛に終わりがあがて、心の旅が始まる。だから今夜だけは君を抱いていたい。明日の今頃は僕は汽車の中、僕は汽車の中。バラード風心の旅でした。ありがとうございました。バラード風っていいですね。じゃあこれもバラード風でいってみようかな。この間もバラード風でやったんですよね。で途中からテンポを変えたんですけど、まあ、それはねバラード風にちょっと生にも情緒で飽きちゃったからっていうことなんですけど、まあ、今日はちょっと気分でね、まあ、どうなるか分かんないですけど、君の瞳は、1万ボルトですね。扉の瞳に誘惑の陰り、金木犀の咲く道を、金色の翼の馬で駆けてくる。20世紀のジャンヌダークよ。君の瞳は一万ボルト、地上に降りた最後の天使。君の瞳は一万ボルト、地上に降りた最後の天使。眩しすぎる朝に出会った時の、そんな心のときめきを、知らぬ間に振りまき消えていた。季節外れのミストレル、君の瞳は一万ボルト、地上に降りた最後の天使。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 
天使はいね、何がいいって言ってね、本当にあの歌をね歌う人はね、あのみんなそうだと思うんですけど、このねあの譜面があり、そして自分で決めたイントロがあり、テンポがあり感想があり、それがねきっかけは何あれ、まあリフレインのないところでリフレインしてみたり、妙にこうためを作ったりテンポを変えたり、時にはね、まあ、間違えてるのはちょっと別として微妙にコードを変えてしまったりね、それがねなんというかこう、多分ね今のね君の瞳は100万ボルト、失礼、1万ボルト、これはねもう一回歌ってって言われてもね歌えないです。最初バラードで早くしたんだよねって、そのぐらいはもちろん覚えてますよ。だけどあと途中ちょっとギターブレーク入れたんだよねとか、記憶は残ってるかもしれないけど同じようにはできない。でもっと変な言い方をすれば、例えばね不本意であってもあそこで声が枯れて出なかったとか、で声が上がりきらなかった、声がね上がりきらなかったことも含めて、今この瞬間の君の瞳は1万ボルトなんです。僕の大切な君の瞳は1万ボルトなんです。これがねなんとか自己満足っていうか、まあ不満、満足ではないんですけど、自分でねなんていうか、分かりますかねこういうの、さっきうまくいったからもう一回うまくいかないんですよ。逆に言うとさっき失敗しても今度はうまくいくことがあるんですよ。二度と同じことは起きないんです、良くも悪くも。そして歌はね良くも悪くもっていう範疇からちょっと外れて、その時々の歌がね一番いいのかなって思ったりするんですよ。君の瞳はね1万ボルト、でもいい歌ですよねこれ。じゃあすごい懐かしい懐かしいと感じる人かどうか分かんないですけど、こういうのもねやってみようと思うんです。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷えて、小さな世間カタカタ鳴った、あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。2番いきますかね、これ出るかな。あなたはもう捨てたのかしら、24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの、窓の下には神田川、三条
一間の小さな下宿。あれ違うな。ま、三畳一間の小さな下宿。窓の下には神田川。ダメ、出てこない。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。横たわる君の顔に朝の光が差している。過去の重さを洗おうとしてたどり着いた深い眠りを。別れようとする魂と出会おうとする魂と、ああ心より体の方が確かめられるというのか。モーニングモーニング君の朝だよ、モーニングモーニング君の朝だよ。弦を切ってしまいました。これは大変だ。これね、4弦を切ってしまいました。切ったまま一応最後までやったっていうか、途中からね、予定はしてなかったんですが、岸田聡さんのね、君の朝ね、で今日はね、メドレーでね、あじゃない、この君の朝をね、何度かね、歌ってるんですよ、こっちのネットのライブの方でね。だけど2コーラス目以降がいつもね思い出せなくて、でこの間ちょっと調べて、で今日は歌えるなってっていう思いがあって、まあ、歌うつもりでいたんですけど、で、まあ、別にね、松山千春さんとこうメドレーで歌うつもりなかったんですけど、最後のコードで、まあ、なんとなく流れで、だからあれがあれなんですよね、まあ、アドリブっていうとちょっとあれですけど、その時にしかできない、ものすごく大げさな言い方ですけど、なんか天がささやくっていうかね、今ここでこの間の後にこれが入るんだよって言葉じゃない何かがね来るんですよ。なんか取り憑かれてんですかね。真冬の階段を一段二段、まあ、そんなことはいいんですけど、ちょっと弦をね入り替えるので、ちょっと5分だけ、あとちょっとね僕もね出すものを出して、ちょっとバランスを取ってきたので、体重のちょっと5分だけ一旦休憩させていただきますね。5分経ったらまた再開します。その間に弦を張り替えて出すものを出していきます。はい、すいませんでした。ですね、弦をね外した弦がねたまたま運よくあったので、それを張って、老廃物は排泄して、まあいちいち言わなくてもいいですけど、まあね、ハーモニカを使ってね前からやってみたいなと思ってる曲があるんですよ。で僕ね、この曲は知ってるんですけど、だからといってこう原曲を聴き込んでるわけじゃないん でそのね、まあ、歌真似はもちろん、まあ、花から自分とコンセプトというか、その歌のねもう違いますし、声質ももちろん違いますし、真似しようとか似た歌い方をしようとか、歌い癖とかね、節回しとか、まあちょっと言葉は語弊ありますけど、一切、無視してね、この作られたこの詩とメロディーだけを拝借して、飛鳥さんが作られたんですね、飛鳥涼さんがね。飛鳥涼ってあれですよ、
デビルマンのね、デビルマン出てきた不動明の親友で、正体はサタンだったという、あの、まあ、そんなこと知らないですかね。まあいいや。じゃあそのね、あの飛鳥涼さんが作詞作曲された、あのチャゲ&アスカのねナンバーで、男と女をこのハーモニカをね使ってちょっと僕なりに歌ってみます。誰もが一度は引き返す道、二人でここまで歩いてきたのに、あなたの心が足を取られて、冬の坂道転がり始めた。震える肩越しにあなたのさよなら、背中で涙を隠す私。あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、溢れるほどに、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、信じていたかった。言葉一つにうなずいたのは、あなたが望む別れだから。心の支えはいつの時代も、男は女、女は男、あなたを信じて、ささやかな夢積み上げたのは女の私。幸せだったと最後に言わせて、せめてさよならは飾ってみたい。あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、溢れるほどに、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、感じていたかった。あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、溢れるほどに、あなたの愛をもっと、ぬくもりをもっと、感じていたかった。言葉一つにうなずいたのは、あなたが望む別れだから。男と女という歌ですね。それじゃあですね、そろそろですね、ずいぶん長いこと歌わして、歌よりも喋ってる方がもしかしたら長いかもしれないですけども、終わりの方の曲にね
きたいと思うんですよ。この終わりの方の曲にっていう言い方がね、最後の曲じゃないのかと、いう感じなんですけど。これね、ちょっとこの間ね、あの人前でね、あの人前とはちょっと違うですけど、ちょっと歌ってみようかな。これこそチャレンジだな。改札口で君のこといつもまたものでし、あ、違うな。改札口で君のこといつもまたものでした。電車の窓から、あ、違うな、電車の中だ。改札、何回改札くぐりゃいいんだよって感じですね。改札、気を取り直して。改札口で君のこといつもまたものでした。電車の中から降りてくる。さっき間違えたまま、もし歌ったら電車の窓から降りてくる。それは危ないでしょ。電車の窓から降りてくる君を探すのが好きでしょ。危なすぎ。いいですね、本当に。なんていうか、僕ね、音楽だけはね、他もそうかもしれないですけど、自由でいたいんですよ。でもね、これはちょっと自由とは違いますよね。本当にもうマイペースっていうんですか、やっぱり。あ、そっか。歌詞一つ間違えるとね、もう中でも窓でも景色見るんだったらいいんだけど、降りてきちゃうのはね、やっぱり。ドアにしろよって感じですけどね。改札口で君のこといつもまたものでした。電車の中から降りてくる君を探すのが好きでした。悲しみに心を閉ざしていたら、花屋の花も変わりました。僕の街でもう一度だけ熱いコーヒー飲みませんか。あの店で聞かれました、君はどうしているのかと。難しいですね、やっぱりね。本当に郷ひろみさんっていう、郷ひろみさんじゃない、野口五郎さんはね、難しいですよ。あのメロディーがね、シンプルなのに、あのさっきね、僕は原曲のアーティストを意識しないで歌うって言いましたけど、でもね、やっぱりね、なんでだろう、郷ひろみさんとか西城秀樹さんはね、まあ、ふざけてローラーは除けばね、あのなんというか離れるんですよ、頭ちゃんと自分なりに歌えるっていう気がするんですよ。で、それが松山千春さんであろうが誰であろうが僕なりの歌っていうね、あの別に意地張ってるわけじゃないんですけど、まあそれしかできないですからね。それがらしさっていうことだと思うしね。まあカバーをされているプロのアーティストもそうだと思うんですよ。でもね、野口五郎さんはなんで別格なんだろう。他にもそういうアーティスト何人かいるんですけど、だから歌うの躊躇してたのかな。まあワンコーラスでやめてよかった。ちゃんとね、覚えた甘い生活とかね、青いリンゴとかね、他にもね、いい歌いっぱい歌ってるんで、この人の歌はね、ちょこっとあの歌集を見てね、ちょこちょこっとあの歌いたくないんですよ。ちゃんと歌いたいなって、いう気がします。で、
さっきも言ったかもしれないですけども、そろそろね、終わりの方にしたいと思ってます。コードこれいいのかな。君なんていうの、君の笑顔の向こうにある悲しみは僕の届かないところにあるものなのか。二人で歩いてきた道なのになんて寂しい。古いことは捨てて僕の胸でおやすみ。おやすみなさいっていう感じで最後に歌えばよかったんですかね、この歌はね。じゃあ、僕の胸でおやすみって、いう歌が出たところで、まあ、出たところって他の方が歌ったわけじゃないのにね、なんて他人事のようなことを言うんでしょうね。じゃあ僕の僕に任せてくださいっていう、歌ご存知ですか。さだまさしさんがね作られたんだけど、シングルでねヒットをしたしたと思うんですけど、クラフトのねクラフトっていう男性のそのグループがありましてね、まあ、そのバージョンがね僕すごく好きだったんですよ。でそれをねちょっと言ってみたいと思います。これ歌手まあ覚えてるかな。よし。君はその手に花を抱えていきなりですね。じゃあ僕に任せてください。君はその手に花を抱えて急な坂を登る。僕の手には小さな水桶、君の後に続く。君の母さんが眠っている。ささやかな石の周り、草を摘みながら振り返ると、泣き虫の君がいた。両手を合わせた傍らで揺れてるレンゲソウ、あなたの大事な人を僕に任せてください。君がとても大切にしてる藤色のお手玉、それはあれは昔君の母さんが作ってくれたもの。そして僕が大切にしてる日だまりのような人、それもそっと君の母さんが残してくれたもの。集めた落ち葉に火をつけて君はぽつりとありがとうを
彼岸過ぎたら僕の部屋も暖かくなる。集めた落ち葉に火をつけて、君はぽつりとありがとう。彼岸過ぎたら僕の部屋も暖かくなる。はい、ありがとうございました。僕に任せてくださいという歌ですね。じゃあ、最後にね、最後の曲はね、僕の曲で、惜別という歌をね、歌いたいと思います。惜別という歌ですね。じゃあ今日はこれハーモニカなしでね、ちょっと行ってみようかな。時を柔らかに髪をすいてかけてゆけ、あなたという名の物語、手のひらに残したまま、いつか夢に描いたようなものではないけど、大切にしたいもの、二人の宝物だから、そう私この秋嫁いで行くのです。幸せになれそうよ、心配はいらないから、年老いていつかまた振り返るまでさようなら。昔書かれた物語は二度と直せない、たとえどんな素晴らしい小説家でさえも、何度読み返してもラストシーンは悲しいけれど、確かに二人の物語、信じ合えた宝物、そう僕はこの春就職しました。幸せになれるなら言葉は飲み込むよ、胸の痛み微笑ましく思えるまでさようなら。そう私この春ママになりました。幸
わせという温かい言葉は二人で抱いて、年老いていつかまた振り返るまでさようなら、目を細めていつかまた振り返るまでさようなら。ありがとうございました。惜別という歌です。長々とお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。もうすぐ年末ですね。年末もね、できれば大晦日とかねやってみたいと思ってます。またよろしくお願いいたします。空でした。ありがとうございました。おやすみなさい。